イカ並木。銃に最初から搭載されてる照準器ですよ。アクロ並木、スコープつけない銃。カフェインニュートラル並木、銃口と目元を結ぶ出っ張りです。ショークの並木、はい、お疲れお疲れ。あれがアイアンサイトの一部です。カフェインニュートラル並木、あ、そうなんだ。そこを結んで照準定めるこのショットガンやばいかもです。さ、キラシゲル兄貴、友人の誘いで始めるには覚悟が足りませんでした。アクアリウムショー兄貴、趣味に当てた金は実質タダだから。匿名さん兄貴、うわ、沢谷兄貴、オーディオテクニカにアンプとヘッドホンで1300万円のやつあるらしいですよ。あー、目足兄貴、風俗ですな。風俗趣味って言い始めたらもう人間として死に始めてるよ、もう半分ぐらい。ちょ、来ないで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 、ちょ、来ないでくれ。ちょ、ステルスがなくなっちゃうんですけど。お願い来ないで。これダメコン持ちのあれだな。サトラップ兄貴、グサ。キラシゲル兄貴、グサ。ズマ兄貴、ゲームが趣味派、お金がかからない。アウトップ兄貴、団体行動派大事やけんね。匿名さん兄貴、パチンコ派金かからないから。ショークの兄貴、男の趣味派どれもお金かかる。ブルームーン兄貴、お絵かき。男の趣味が金かかるつうか、男がさ金かけないところが多いだけで、女性はねメイクとかありますから、いろいろ。止まらない。ね、女の子は美容とか化粧品とか服とかいっぱい買いますけど。ステルスって知らないんですよ。ちゃん兄貴、コクラ兄貴のファンなんですよ、きっと。火力すご。生理用品はそんな金かからんだろ。男もあのちょっと日課のティッシュ使用行事があるからな。99対1あるかないかぐらいです、多分。さかなクンさん兄貴、グサ。ストレアム869兄貴、グサ。アミ兄貴、チュマチュア兄貴、自家発電。プシーコ兄貴、花粉症大変ですね。アップロン兄貴、トイレットペーパーもあります。カフェインニュートラル兄貴、女性もティッシュくらい使いそう。なんでこいつこんなよろけないの、ダメコンあるにしても。はっ、兄貴、ね、昨日の地獄が嘘のように待っている。掴んだんだ、呪力の核心を。雷さん兄貴、なんかこいつのやってることせこいつ。いた。カーノ兄貴、猫リーム。ゲルググキャノンでしょこれ。
ストレアム869兄貴、アミッハ週に何枚。これバレていない。バレていない。こいつ無限によろけないんだけど。よ兄貴、あの機体になさすぎてわからないんですけど、ダメコン持ってる？ダメコン持ってます。多分そう兄貴、無印の峡谷よりかは楽しめてそうっか。無印の峡谷そんな悪いマップでもなかったと思いますけどね。危ない危ない、レッドライダー死んだな。これはね、帰らないと後がまずいです。マモカタの沖縄帰るぞ。ガク、帰るぞ。全滅して逆転されてしまうぞ。ガク。一気落とさないとまずいぞ。倒したから勝てるぞ。お前らが死んでも勝てるから俺は下がるぞ。悟空、色気を出すんじゃないぞ。少しかおお、あと20秒で3機死んだら終わりですけどね。これまあちょっと任せます皆さんに。まああの万が一を取ったということで、勝ったな。後ろ白狼兄貴、一軍って短いようで全滅するには十分な時間ですからね。なんで勝ちにこだわるのにこういうところにはこだわらないんだろう。サトラップ兄貴、サトル空が拠点に鉄連れてきて全滅させられる。海王様かわいそう。悪い海王様、ここしかなかった。猫か猫め兄貴、アドバイスがうるさい亀仙人。よ兄貴、